はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎野義晴です。今回もですね、現在、高校3年生の、R さんのですね、現場研修の、インタビューということで、動画を配信したいと思います。来年からですね、高校卒業後、弊社の方の委託のドライバーさんとして活躍していただけるということなんですが、実はですね、ご契約前の、まあ、お仕事環境というか、まあ、生活環境でですね、どんな、悩みがありましたかという質問なんですけども、はい。はい。なんか、よく大人の人たちから、最近ブラック企業とか、なんかそういう話をよく聞いたりとかして、で、やっぱ一番は景気に左右されずに、ずっと続けられる仕事を探してましたね。ずっとっていうのは何か目標があってということですかね。そうですね。なるほどですね。そうですね。今あのテレビでもよくブラック企業とかやってますが、まあ、そういった企業に就職しちゃうと大変だから、はい、っていうところで悩んだということですね。そうですね。なるほどですね。ありがとうございます。あのすごく先を考えていらっしゃるんで素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。はい、ということで、R さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。